ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は人口5万人の町に起きた不審死の原因を探っていきます。はい、というわけでね、今回も町の開発していきましょう。前回にね、地下鉄の路線を新たに複数増やしたんだよね。南の住宅地と商店街を結ぶ路線、そして住宅地、そして産業エリア、そして北東の商業エリアを結ぶ路線、あとはね、元からある北西の路線だね。全体的にはこんな感じになっています。はい、ここに第1路線、ここに第2路線で、ここに第3の路線がある形ですね。はい、それじゃあね、また街の問題チェックしていきましょう。ですね、で前回の最後に発生していたんですが、住宅地の頭の上にですね、大量の、死体が出ていますアイコンが出てしまっています。これですね、一体なぜ発生しているんでしょうか。こっちの住宅地にも出てるんだよね。これですね、別に市民たちが汚れた水を飲んで死体になってしまったとかね、病気になって、そういうわけではないんですよ。これ単純におそらく漏水してしまったんだと思います。このゲームですね、ある特徴があって、町に市民たちが大量に流入してきた時に、それから数年後、同じタイミングで町に入ってきた市民たちは同じタイミングで一気に亡くなってしまうんですよね。寿命が同じぐらいなので、でそのタイミングで一気にこうやってね、町中に、死体を回収してくださいアイコンがですね、霊柩車を待ってくださいアイコンが、続出してしまうんです。こんな感じでね、ここもそうだし、北東に建てた、この住宅地も、一気にね、広げた住宅地なので、こうやってね、遺体のマークが、一気に同じタイミングで出てしまうんですね。でですね、これ放置するとどうなってしまうかと言いますと、この霊柩車を待っている建物がですね、廃墟化してしまいます。で廃墟化が進むとですね、このエリア一帯の地価がどんどん下がって、で地価が下がるとどうなるかというと、周りの建物にする市民たちもね、町を出て行ってしまうんですよ。なのでこの、霊柩車を待っていますアイコンですね、急いで解決していかなくてはなりません。でもうここまでひどい状況になってしまったらね、結構解決するのが難しいんですが、まあ、今回はちょっとね、荒療治的な方法を試そうかなと思います。まずはこっちですね。まずは道路を引っ張って、墓地ですね、この墓地を、大量に建てていこうと思います。はい、これでいいかな。さらに南西の方もだね、道路を伸ばして建てていきましょう。はい、そしてですね、合わせて、火葬場、これも、建てていこうと思います。とりあえず3つぐらいかな。墓地っていうのは死体をどんどん運び込んでですね、今ここは3000分の1061ってなってて、3000人で満杯になったらもう機能しなくなってしまうんですよ。火葬場の方はね、運び込んだ遺体どんどん焼いてくれるんで、満杯になって機能しなくなるっていうことがないんで、本当だったら火葬場たくさん建てる方がいいんですが、今ね、こんなに大量に墓地や火葬場が必要になってるのって、同じタイミングで遺体が発生してしまったからなんですよね。なので常時こんなにたくさん機能させる必要ないんですよね。なので墓地でとりあえずお茶を濁そうと思います。墓地は維持費1週間あたり160なんだけど、火葬場は720っていうことでめちゃくちゃ高いんですよ。なのでね、赤字で首が回らなくなってしまわないようにっていうことで、こういう形にしてみました。じゃちょっと早送りして様子見ていってみましょう。さあ、町の遺体を回収するんだ。大量の、霊柩車が出発していっております。いいねちなみに少しずつ拡張した北の方の住宅地はですね、全く遺体マーク出ていません。まあ、同じタイミングでね、住人たちが一気に亡くなるとかそういうことがないからですね。まあ、こういう問題があるからね、本来はあまり一気にね、ドカンと拡張しすぎない方が、街に問題が起こりづらいんですよね。まあお金に余裕さえあればね、こういう無理やりな方法で、解決図ってもいいとは思うんですが。さあ、そして今度はですね、街に新たにですね、ゴミが溢れているというアイコンが出てしまっています。これもちょっと解決していきましょうか。ちょっとね、全体的にゴミ処理場の場所が、一極集中してしまっているんだよね。
こちらを見ていただければわかるんですが、こっちの産業エリアにですね、かなりたくさんのリサイクル場があって、あとは、ちょこちょこっとね、ゴミ処理場あるだけなんで、全体的にちょっとゴミ処理場の数が足りてない感じになっちゃってるんですね。ちょっとゴミ処理場、建てましていきましょうか。あとは、商店街の向かい側にでも建てておきましょうか。はい、一気にね、リサイクルセンターを大量に建設しました。まあ維持費も安いんでね、多めに建てておきましょう。さあ、ゴミの回収だ。いいね。はい、あれからしばらくの時間が経過しました。綺麗にね、町の遺体問題、そしてゴミの問題は解決されたようです。よし、じゃあね、一気に増えすぎた遺体の問題解決したので、ちょっとこの、墓地の方、減らしていきましょうか。この火葬場をメインにしていきたいんですよね。もうすでに3つあるんで、この焼却場削除するために、搬出にして中の遺体をゼロにして、それから削除しましょう。まあ、この辺は、ゴミの埋め立て地と同じ仕様ですね。北東の方もですね、こんなに墓地ばっかりいらないので、どこがいいかな、どっかこの辺りに、火葬場を建てましょうか。火葬場を3つばかし建てて、墓地の方をね、搬出にして、はい、早速ね、遺体の数ゼロになったようなので削除していきましょう。中身がゼロになったらね、削除できます。あくまでね、緊急避難的な措置だったんで。はい、これでいいね。よし、それじゃあ次の問題見ていってみましょう。前回ですね、商店街の方で、買い物客が足りないっていうマークが出てたんですよ。それどうなったかっていうとですね、もうほぼ、どうやらなくなったようです。ちょっと違うアイコン出てるんだけど、買い物客がいないアイコンは消えましたね。おそらく、この大量に人が出入りしている、地下鉄の駅ができたおかげでね、買い物客が足りたんじゃないかなと思います。こっちの商店街の方も、どうやら消えてるようですね。駅を作ったことでアクセスが良くなり、買い物客が足りない問題は、改善されました。はい、かなりたくさんの人が出入りしてるね。それで、この商店街なんだけど、新たに別の問題ちょっと発生してますね。ちょっと見ていってみましょうか。このアイコンは、十分な商品がありませんというアイコンが今度は出てるようだね。十分な商品がありません。買い物客が足りないって言って、買い物客がたくさん来た結果、今度は商品が足りないってなってます。これですね、なんでこんな問題が起きているかっていうと、この商店街って街の外とのアクセスが悪すぎるんですよ。川の向こうで川を渡って、この橋を渡らないとアクセスできないんだよね。住宅街へのアクセスも悪く、さらに産業エリアとのアクセスもかなり悪いんですよ。高速道路を通って、街の中に入って、まあ、あとここも工場だね。ここからですね、細い道路を通って、工場で作られた商品搬入しないといけなくなってるんですね。なので、次はちょっとこれを解決しなければならないかなと思います。で、一番手っ取り早い方法なんですが、この産業エリアで作られた商品って、ここの貨物駅、そしてここの貨物駅からですね、鉄道で搬出されてるんですね。なので、この線路沿いにですね、商店街に商品を運ぶ貨物駅を作ってあげれば、そこから品卸が行われてですね、商品を搬入できるんじゃないかと思います。なので、ちょっとどっかこの辺りにですね、駅を置いてみましょうか。はい、これでいいかな。で、線路をつないで、はい、これでいいですね。貨物駅を商店街の脇に作りました。ちなみにですね、貨物駅の周りって非常に渋滞が発生しやすいので、一方通行の道路を使ってね、片側からだけアクセスできるようにしてあげると、渋滞がちょっと発生しづらくなっています。よし、それじゃあね、時間を経過させて商品が運び込まれるかちょっと見ていってみましょう。さあ、来るかな。どっかね、この南の方から、貨物を積んだ列車が来るはずなんですが、お、来たぞ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 。はい、来ました。
はい、貨物列車から、はい、トラックが出てきたね。商品を積んだトラックが続々と駅から出てきました。これでおそらくね、商品不足のアイコン消えるんじゃないかなと思います。いいね。というわけで今回はここまで。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。